の集中も申し分ない。二人ともだいぶ様になってきたな。だが実戦は千変万化、そううまくはいかんぞ。来なさい。遠慮はいらん、全力で来い。今度こそ勝ちに行って、じいちゃん。ピニョン IT ストライク。ボルトアッパー。はっ、グランIT ストライク。はっ、ピニョン、グラン、崩れろ。マジキレとは見苦しいね。気を出すか。甘い。IT ストライク。ままぶちかまってくる。ダンティックビート。てやっ、崩れろ。デトネーションヒット。はっ、うらっ、ボルトアッパー。いって、はっ、うらっ、なってない。にしてよ、無理すんなよ。な、じゃねえよ。ずりーよ、じいちゃん。ほんと、パワー発動のタイミングでカウンターだなんて。集中力が足りんからビジョンと体が分離する。ウロボロスの真の力を引き出せれば攻防一体、いや、お前たち自身と一体になれる。で、その真の力とやらは誰か引き出せたことがあるのか。いや、やっぱりおじいちゃんでも無理だったの。わしの両親は結構いい線まで行ったという話だがな。あの写真の人、ひいじいちゃんとひいばあちゃんだろ。もううんと昔の。だからだぜ、シティのみんなからバカにされてるの。嘘、そうなの？時代遅れだってさ。不安定なウロボロスパワーなんかよりブレードの機能を増幅させる新式のアンプの方が流行ってんだぜ。今じゃ誰もウロボロスパワーなんか使わねえよ。バカになんかされとらん。何か古いことをやってる人たちだなぁと思われてるだけだ。それをバカにされてるって言うんだよ。なっとらん。今のシティがあるのは昔ウロボロスの力を得た人たちがメビウスと戦ったからこそ。そのおかげで多くの兵士たちが解放されて集まってこのシティができたでしょ、うん、もう何十回も聞きましたね。子守歌代わりにな、勘弁してほしかったぜ。忘れちゃいないよ、父さんと母さんが15年前のメビウスとの最後の戦いで亡くなったこと。うん、だからこそこうして平和でいられることもね。分かってるならそれでいい。諦めたらそこで終わりだからな。ああ、ダイエー。お、平和の象徴襲来。やっぱりここにいた。またジージとバトルしてる。ダメだよ、お昼の後ピアノ弾いてくれるって約束したのに。ああ、ごめんごめん、もう少ししたら行くから。もう少しじゃダメ、今。はいはい、わかったから。もう何の曲がいい？君との未来、ライゴンアルティメット。
それ全部？全部！仕方ない。じゃあ順番ね。やった！心配すんな、守るよ。どんなことがあっても。あの、マシューだ。マシュー、いません。いないって何が？あの人、カギロイとかいう、アグヌスの。マジか！いつだって？日の出の一刻前だから、だいたい5時くらいか。そうか、5時か。って、なんでそん時に言わない？言えば止めただろ？当たり前だ！これは彼女の問題だ。言葉をいくら並べたって、伝わらないこともある。んなわけあるか！いつも君が言っていることだぞ。言ってねえよ。言ったよ。昨日だって。口で言ってもわかんねえかと同じだ。とにかく行くぞ。行くぞって？追いかけるんだよ、カギロイよ。コロニーと接触したらあいつがやばい。あの、それってどういう？そん時になればわかれってなってほしくはないが、とにかく行くぞ。ところでマッシュ、彼女の行き先に心当たりはあるのか？ああ、あるわけねえだろ。とにかくしらみつぶしに探すぞ。彼女が自軍に戻ろうとするなら、おそらく北西に向かうはずだ。あの一帯はアグヌスの支配域だ。コロニーが駐屯している可能性も高い。よってしらみつぶしに探す必要はない。理解したか、マッシュ。さすが、エイ様は何でも知っていらっしゃる。んじゃ、目指すは北西ってことで。お前も、今は俺たちと一緒にいた方が安全だぞ。まあ、なんだ。あんま言えた義理じゃねえけどさ。今だけは俺たちを信じちゃくれねえか。わかりました。